All right, so welcome back, everyone. It is time to take on the second class trial of Danganronpa 2. And yeah, let's do it. Just gonna take a look at the handbook. Actually, let's just save some time and do that during the class trial instead. This is the explanation we have heard so many times. デュエルの勝敗は小泉を殺した犯人を突き止められるか否かにかかっていたはずだ。だからって放置するわけにもいかないよね。あのゲームは今回の動機なんだからさ。そうだね。じゃあその話から始めてみよっか。クリアした人は分かってると思うけど、あのゲームは実際の事件をモチーフにしているんだよ。私のようにクリアしていない人間もいる。詳しく説明してもらおうか。つまりトワイライトシンドローム殺人事件はノンフィクションのゲームなんだ。 It's real。 しかもその事件の登場人物たちは僕らの中にいるんだよ。わしらの中にゲームの登場人物がいるじゃと？だからまずはゲームの登場人物からはっきりさせてった方がいいと思うんだよね。 We should, yes. I have figured out a few of them. The characters in the game were Girl A, Girl B, Girl C, D, E, Boy F. And the high school girl who got killed at the beginning. By using the staff role after clearing the game as a reference, I should be able to figure out who's who. The first character the player was able to control was Girl A. The true identity of Girl A, it's probably Mika. そうか。あのゲームに出てきた A 子は積み木。つまり積み木みかんのはずだ。私ですか？そのおどおどした口調がまさに A 子とそっくりなんだ。スタッフロールの中にあった名前の中から選ぶなら A 子はお前以外には考えられない。どうして私がゲームに出てるんですか？そんなのプライバシー権の侵害です。ゲロブタゴミカス女にプライバシー権なんてあるわけないじゃん。そのゲロブタゴミカス女ってやつ、ゲームの中でも聞いた気がするよ。She's right. The one who said... The one who was said... What? そうか。 B 子は背が小さくて口の悪い女子だった。きっとあれは西園寺がモデルだったはずだ。背が小さくて口が悪いって私と全然違うじゃん。とりあえず次に行ってみようか。シーコの番だね。 Girl C, huh? Her personality was hyper, energetic, and unique. そうか。シーコはミオダだ。ミオ、あら不思議。シーコシーコって連呼するといやらしい感じに聞こえますね。じゃあ次はディーコの正体を暴いちゃおう。 Girl D, huh? There's only one person who always had a camera with them. そうか。 D 子は小泉、つまり殺された小泉真昼だったはずだ。うん、それで間違いないと思うよ。次は E 子を飛ばして
FO にしようか。そうか、 FO はクズ竜なんじゃないか。ふん、俺がゲームに出てただと？くだらねえな。そういえばさ、クズ竜って名前はもう一人分あったよね。もう一人分？スタッフロールにあった名前ってね、住木、小泉、西園寺、三尾田、佐藤、クズ竜、クズ竜だったんだよ。まったりや、なぜクズ竜を2回も言うんじゃ。間違えたわけじゃないよ、スタッフロールにそうあったんだ。これは一体どういうことか。ゲームをクリアした日向くんならわかるよね。 The reason for Yuhiko's last name, Kuzuru, appears twice. It's true I have a hunch, but to call me out like that, Nagito, you're definitely someone I shouldn't mess with.The reason for Yuhiko's last name, Kuzuryu, appears twice. It's probably because... これで証明できる。あのゲームにはクズリュウとその妹のクズリュウも出てたからじゃないのか。ん？妹ってなんだ？ゲームの中で FO はこんなことを言ってたんだ。その言葉からして FO に妹がいたのは間違いないはずだ。しかもその妹も実際にゲームに登場していたんだ。だからクズ竜が2回も表示されたんだよ。ちなみに FO ことクズ竜くんの妹は何役だったか、もちろん日向くんは気づいてるよね。 I did notice, yes.I don't really want to say it myself, but I need to move the conversation forward. The only character in the game I could see being Fuyuhiko's little sister is... そうか！最初に死んだ女子高生としか考えられないはずだ。あの時の口調からしていい子が FO の妹じゃないのは明らかだよね。となれば残るのは最初に死んだ女子高生だけ。だから彼女がクズリュウ妹ってことになるよね。ち、何を危機として語ってやがんだ。いい性格してやがるぜ。いい性格って褒めてくれるの？嫌味に決まってんだろボケ。おい、そのゲームはノンフィクションだと言ったな。ではクズ竜の妹というのは。確かに俺には妹がいるけどよ。それがどうしたってんだ。たかがゲームの話と混同してんじゃねえぞ。たかがゲームじゃないよ。あのゲームは間違いなく現実とリンクしてるんだ。だからこそ動機になり得るんだしね。ふざけたこと言ってんじゃねえぞこら。あいつがそう簡単にくたばるようなやつならおのおれがとっくにぶち殺してるつんだよ。 No, you wouldn't have done that. 大体俺が希望神の学園に入学するときもあいつはヘラ口叩きながら俺を見送って、ついこの間のことだぞ。あの、それは記憶がなくなったからそう思い込んでるだけなのでは。うっせえよ、てめえは黙ってろ。そっか、クズリュウ君はあくまであのゲームを現実とは認めないんだね。うん、よくわかったよ。今回の裁判における君のスタンスがね。狛江だよ。随分とクズリュウを疑っておるようじゃが、お前さんはそいつが犯人だと思ってるんか。もしその程度の謎だとしたら悲しいよ。それだとみんなの踏み台にすらならないからね。
だから僕はむしろクズリュウ君が犯人じゃない方が嬉しいかな。けまた変態の本性が出てきやがった。とにかくこれであのゲームの登場人物は全員はっきりしたよね。 Well, except for girl E, but perhaps she is not important. A 子がつみき、 B 子が西園寺、 C 子が新田、 D 子が小泉、 F 子がクズリュウ。そして最初に殺された女子高生がクズリュウの妹だったな。ゲームの中の話だ。となると残ったいい子の名前が佐藤さんになるわけだけど、まさかその佐藤さんってご飯が好きなあの佐藤さんっすか？どの佐藤さんを言ってるのかわからないけど、とりあえず私たちとは関係ない人みたいだよ。地味な名前つながりで田中と関係してたりな。田中はありきたりな名字だが、佐藤や鈴木よりはいくばくかマシなはずだ。ねえ、そんなことより早くゲーム本編の謎について話し合ってよ。ふ、ゲームの謎って何ですか？あら、奥さん知らないの？あの、いい子さんって殺されたらしいわよ。やだ。Why are you tied up again? なんでこんな時代になっちゃったのかしらね。おめえらやっぱ仲良しだろ。つまりそのいい子の殺人事件がお前たちの言うゲームの謎なのだな。じゃあサクッと終わらせちゃおっか。まずはいい子が殺された理由から片付けよう。The reason girl E was killed. I should be able to assume why based on the content of the game. Clearly remember this part. Shimatta! Okay, that was wrong.子が殺された理由はあいつが最初の女子高生を殺した犯人だったからだ。つまりいい子は最初の女子高生の復讐として殺された。リベンジ。クズリュウ君はどう思う？いい子は君の妹さんの復讐で殺されたんだってさ。しつけえ野郎だな。ゲームの話なんざ何とも思わねえけどよ。けど？そいつは確かなのか？そのいい子ってのが女子高生を殺したっつうのはよ。This guy is so he just can't be honest. それをはっきりさせるには女子高生が殺された事件を紐解く必要もあるけど。音楽室で起きた殺人だね。そういう流れになるかと思ったから用意しておいたよ。最初の事件の舞台となった音楽室周辺をマップにしてみたんだ。意外とマメなことするんだな。レトロゲームマニアにはマッピングなんて常識ですぞ。古典的ダンジョン探索型 RPG とか視点が主観だからマッピングしながらの攻略が基本中の基本で。待て、その話はまたの機会に聞くとして、今はこっちの説明に集中してくれ。じゃあまずは事件の流れを説明するね。 A 子と B 子と C 子と D 子の4人は玄関ホールでガラスが
割れたような音を聞いたんだ。すぐに彼女たちがその音の聞こえた2階へと向かって階段を上がっていくと、2階の音楽室の前にはいい子がいて、今の音は音楽室の中から聞こえたと証言してくれた。でも音楽室のドアは鍵がかかってて入れなかった。だからリーコが職員室まで鍵を取りに行って、ようやく5人は音楽室に入ることができたんだけど、そこには頭を殴られて殺された女子高生の死体があったんだよ。音楽室の窓ガラスが割られてたことから、犯人はそこから逃げたと彼女たちは考えた。さっき玄関ホールで聞いたガラスの割れるような音がそれだったんだってね。しかもいい子のスクール水着が盗まれてたから、窓から逃げた犯人は変質者だってことになったんだよ。こんな感じでどうかな。うん、実に分かりやすい説明だったよ。さすがは攻略上手の超高校級のゲーマーさんだね。でも変質者じゃないですよね。本当の犯人はイーコさんなんですよね。そんなもん、イーコが音楽室で女子高生を殺した後に廊下に出て他の連中を迎えただけじゃろ。音楽室の鍵は外からかけたんすか？なら職員室にあった鍵が必要っすね。つまりイーコはその鍵を隠し持っておったんじゃ。廊下に出た直後にその鍵で施錠したという戦法よ。ですがその直後にリーコさんは職員室まで音楽室の鍵を取りに行っていましたよね。ちなみにスペアキーの可能性は除外していいと思うよ。ゲーム内でも一切言及されてないからね。であれば鍵は音楽室の中からかけられたんじゃない？そこからイーコは窓ガラスを割って逃げ、そして根性の全力疾走を重ねた結果他の連中より先に音楽室の前まで回り込んだんじゃ。校舎の外から音楽室に戻るなら他の4人がいた玄関ホールを通らないとダメなんだよ。じゃあわしゃもん知らん。おっさんがすねても可愛くねえぞ。ねえ、本当に犯人っていい子なの？全然答えにたどり着かないじゃん。 Based on the details of the game, it's no mistake that girl E, who was waiting in the hallway, is the killer. Then, what did girl E do after killing the girl inside the music room?I guess I need to clear that up first.音楽室で女子高生を殺した後、いい子はどうしたのかな？音楽室の窓ガラスを割って外に脱出しただけだろ。そこからイーコはどうやって音楽室の前まで戻ったのか。外から音楽室の前まで戻るには玄関ホールを通る必要があるんだよ。しかも玄関ホールには他の4人がいたはずです。彼女らはその玄関ホールで窓ガラスの割れる音を聞いたのだったな。どうやってその4人を追い越して音楽室の前まで戻ったんだ。きっと隠し通路があったんす。トワイライトの隠し通路は世界一。はぁ、What girl E did after the murder in the music room? I need to find a clue that will clarify that. 音楽室で女子高生を殺した後、いい子は、I need to take a look at the evidence. Hmm.
Normally, you can't leave the music room without passing through the entrance hall. どうしたのかな、うん、音楽室の窓から外に脱出したと。そこからイーコはどうやって音楽室の前まで戻ったの。外から音楽室の前まで戻るには玄関ホールを通る必要があるんだよ。地下の玄関は他の4人がいたはずです。彼女らはその玄関窓ガラスの割れる音を聞いたのだったな。それは違うぞ。そもそも彼女たちが玄関ホールで聞いたのは窓ガラスが割れた音じゃなかったんだよ。窓ガラスじゃないなら、じゃあ何が割れた音だったんすか。花瓶だよ。花瓶。事件後に音楽室の隣の教室から割れた花瓶が発見されたらしいんだ。4人が聞いたガラスが割れたような音って音楽室の窓ガラスじゃなくてその花瓶が割れる音だったんだよ、多分。実はね、あの事件は4人が玄関ホールに集まった時点でほぼ終わってたんだよ。イーコは音楽室で女子高生を殺し窓ガラスを割った後職員室まで音楽室の鍵を取りに行った。その鍵で廊下から音楽室に鍵をかけた彼女はそれをまた職員室に戻し、そして音楽室の前まで戻ってきたんだよ。あとは4人が玄関ホールに集まった頃合いを見計らって隣の教室で花瓶を割ればいいだけ。あたかもたった今殺人が起きて犯人が逃げたばかりだと思わせるためか。そしてその音で駆けつけた4人に対してイーコもたった今駆けつけたふりをしたというわけか。なるほど、これで謎が解けましたね。ちょっと待ってよ、まだ謎は解けてないよ。凶器が何だったか判明してないもん。 Murder weapon。 凶器なんて何だっていいじゃないすか。もう犯人は分かったんだし。よくない、せっかくデスマーチで作ったんだからちゃんと最後まで解いてもらわないと。なんだよ、めんどくせえな。よかろう、その狂気ってやつをはっきりさせるぞ。このままではでかかった大便のようだからの。つまり気色悪いんじゃ。気色悪いのはそっちの方だよ。プップップ、狂気は意外なものだよ。答えはちゃんとゲームに出てきたものだけど、さてお前らにわかるかな。An unconventional weapon. If we're told we can't advance as long as we don't make that clear, then we have to do it. What do you think the weapon is? I have no idea. Was I out of line just now? Now then, there is something I needed to tell you regarding the white noise in the non-stop debate. Some lines of noise are actually very durable. You won't always destroy them in one shot. Durable white noise would chip away every time you shoot them with the silencer. But unless you completely destroy them, your time limit will not be replenished. Okay. I heard there's a guy named Gun something. Apparently, he has a skill that can increase the power of the silencer. Oh. I wonder who it is. That's useful information.音楽室にあった凶器ね。
割れたガラスの破片でどうよ。死因はオーダじゃねえのか。では水槽でどついたのです。ああダメッ、気にするにはデカすぎるの。ならばあのピアノだ。Yeah, the piano is even bigger. 調べが奏でる宇宙のカタストロフィー、スケール的にもでかいじゃと。逆に砂利で殴ったって線はどう。Grappled. 殴り殺すのに使った凶器なら血まみれになってるはずだぞ。血まみれの凶器なんてありましたっけ。拳で殴り殺したんすよ。Doesn't it seem like the fish tank would have been broken more if... Ugh, man. No. Can't be, can it? Or... Broken glass.では水槽でどついたのです。さあ、音楽室にあった凶器ね。割れたガラスの破片でどうよ。さあ、音楽室にあった凶器ね。割れたガラ。Hey, hold on.Take a look at the... 死因はオーダじゃねえのか。では水槽でどついたのです。凶器にするにはデカすぎるの。ならばあのピアノ、さらにデカくなってどうする。調べが奏でる宇宙のカタストロフィー、スケール的にもデカいじゃと。逆に砂利で殴ったって線はどう。殴り殺すのに使った凶器なら血まみれになってるはずだぞ。血まみれの凶器なんてありましたっけ。拳で殴り殺したんすよ。It appeared in the game, but 音楽室That was just used to make the noise. It just seems...割れたガラスの破片でどうよ。死因はオーダじゃねえのか。では水槽でどついたのです。凶器にするにはデカすぎるの。ならばあのピアノ、さらにデカくなってどっち。調べが奏でる宇宙の形、スケール的にもデカいじゃと。逆に砂利で殴ったって線はどう。グラブル。殴り殺すのに使った凶器なら血まみれになってるはずだぞ。血まみれの凶器なんてありましたっけ。
拳で殴り殺したんすよ。そう。So that's apparently wrong. 割れたガラスの破片でどうよ。死因は多かったねえのか。では水槽でどついたのです。凶器にするにはデカすぎるの。ならばあのピアノさらにデカくなって調べが奏でるスケール的に。逆に砂利で殴ったって線はどう。殴り殺すのに使った凶器なら血まみれになって。血まみれの凶器か。拳で殴り殺したんすよ。Come on, if you look at... So let's try to narrow things down here. So we have the broken fish tank. Maybe she was just... No, it just... It seems unlikely that it would be the fish tank. The window is broken. Maybe that was just... That... ガラスの破片でどうよ。死因はオードじゃねえのか。では水槽でどついたのです。凶器にするにはデカすぎるの。ならばあのピアさらにデカくなって。調べが奏でるスケール的に。逆に砂利で殴ったって線はどう。殴り殺すのに使った凶器なら血まみれになってるはずだぞ。浴室にあった凶器ね。割れたガラスの破片でどうよ。I've already picked this one. くそ。音楽室にあった凶器ね。割れたガラスの破片でどうよ。くそ。音楽室にあった凶器ね。Okay. There's just... But you didn't make use of the window. Okay, so let's think on this. The victim had blood on her head. But there's no blood to be seen on anything inside the... I'm just gonna save myself some trouble here and what is the answer for this? Fish tank.
OK. So it's not the window. But she, her head was split in half by something. But they're saying that the broken fish tank was too big. にあった凶器ね。割れたガラスの破片でどうよ。死因はオーダじゃねえのか。では水槽でどついたのです。凶器にするにはデカすぎるの。ならばあのピアノ。 Have I picked this one? さらにデカくなってどうする。調べが奏でる宇宙の形。スケール的にもデカ。逆に砂利で殴ったって線はどう。殴り殺すのに使った凶器なら血まみれになってるはずだぞ。 Bloodstains. 血まみれの… I don't think the vase had… Did the vase have…? I don't see any indication of any blood or anything. 凶器なんてありましたっけ。拳で殴り殺したんすよ。 She didn't get beaten with her fists.What the hell? Okay, so, okay, what is the answer for this? Hold on. What? That answer does not make any sense whatsoever. That is just weird. How are you supposed to find that out? That is... 犯人は砂利を使って殴ったんじゃないか。あらら、正解しちゃったよ。適当に言っただけなのに。Oh...No. やっぱイブキって神に選ばれてるんすね。選ばれてねえし、砂利ってのもねえよ。小さくて凶器になんねえだろ。Oh. その小さい砂利を袋のようなものに入れて使ったとしたらどうだ。 Inside some sort of bag. 袋って何の袋ですか。凶器がゲーム内に登場したものってことはその袋もそうなんだろうな。だったら考えられるのはスクール水着だ。I couldn't think of this answer. I had to look it up, otherwise you would have been stuck here for some time. 縛って袋状にしたスクール水着に砂利を詰めれば立派な凶器になるはずだぞ。 Stuff it full of gravel. スクール水着に砂利をイン。なるほど、君も仰天の奇想天外なアイディアっす。So the broken fish tank, and there was gravel. これって制作者にしか味わえぬ快感だよね。けど本当に大事な話はここからだよ。そのイーコさんには共犯者と言える人物がいたんだ。それが実はリーコさんだったんだよ。ガーディー。リーコって小泉のことだったよな。は？お姉が共犯者って何それ、どういう意味。音楽室の事件の重要な手がかりだった花瓶の破片、それを処分したのがディーコだったんだ。それにね、そもそもイーコさんが殺人に及んだ理由は、
ディーコさんを守るためだったらしいんだ。 Protect Girl D。 ディーコさんは被害者の女子高生からいろんな嫌がらせを受けてたみたいで、ディーコさんはそれを知って止めようとしたんだけど、そこで二人は口論になっちゃって、ついカッとなって殺しちまったってやつか。でも明確な殺意はあったはずだよ。首を絞めて気を失わせた後に鈍器で殺してるんだし。きっと思わず気を失わせてしまって、それで引き返せなくなってしまったんです。私なんとなくわかる気がします。わかるんだ。それはそれで怖いっすね。ただそのいい子もゲームの最終日である4日目に何者かによって殺されてしまうんだけど、念のために聞いておこうかな。そのいい子を殺したのって誰だと思う？そうか、おそらく FO だったはずだ。妹を殺された復讐の豪華に身を焦がす FO がイーコを殺害したという筋書きか。でもよ、その FO ってのは、たかがゲームの中の話だろ。そういうしかないよね。それが事実だとクズリュウ君にとっては大問題だもんね。おい、どっちなのかはっきりせんかい。ゲームの登場人物だった連中は覚えておらんのか。それが誠に申し訳ないんですけど。覚えてないよね。そりゃそうだよね。だって学園生活の記憶は奪われちゃってるもんね。覚えてなくたってわかるよ。そいつが犯人に決まってるって。パスで、社会の外注で、歩く条例違反のクズ竜以外に優しい小泉お姉を殺すやつなんているわけないもん。いい子も小泉お姉もそいつが殺したんだよ。チッ、散々な言われようだな。ま、慣れっこだけどよ。だが、小泉の殺人は本当にそのゲームと関係あるのか？全く関係ない可能性だってあるのではないか？Nice touch with the fork and a knife on Teru's photo. I just noticed. Now, the game and Mahiru's death are probably related. In actuality, there's an important shared point with Girl E and Mahiru's murder. しまった。Girl E and Mahiru's murder. これで証明できる。関係ないと考えるわけにもいかないんだ。少なくとも犯人はこのゲームをやってるはずだからな。その証拠にビーチハウスで殺されてた小泉も、ゲームの中で殺されてたイーコも、同じように金属バットで頭を殴られて殺されていた。この関連性を無視するわけにはいかないだろう。